つだけ言っとくと確かに久保は中長距離のパス精度はシルバやウデゴより落ちるかもしれんが、視野の広さや創造性は遜色ないパス精度が若干落ちる分、ドリブルで剥がして自力でスペース作れるんで、ゲームメイク能力も互角だと思う。ただ前世紀のシルバはキープ力が圧倒的で、その安心感は久保にはまだない。最近、久保の中長距離のパス精度かなり高いと思うけどね。上達はしてるが比較対象はあくまでシルバとウデゴだからなう。シルバはともかくウデゴはそんなにすごいの？今シーズンの中長距離のパス成功率ってどのくらいなに？つまりキックやトラップの精度、あるいはそれが乱れちゃうフィジカル体幹がトップ下として不足してるってこと？ドリブルよく考えてもやっぱ右サイドのが合ってるな。本人451や433の右ウィング起用に不満たらってたけど、伊藤の時点ってだけで堂安よりは上だったし。つーかそのドリブルの仕方が問題の一つなんだと思うよ。それによる利点もあるんだけど、トラップを足元に入れすぎる。ピタリと足元に止めるより先に次のプレイ決めておいて、1タッチでそこに置く方がプレイがスムーズになる。クロースがパスのコツ解説してる動画とかあるんだが、蹴り方止め方のボールスキル的な話全くしない。トラップ1発でコース作って踏み込んで蹴れる場所に置くこと、効率的なプレイビジョンの重要性説いてる。ウデゴがいた時に CL に行けたか？シルバーの方が上はわかるけど、さすがにウデゴが上はアンチすぎ。翔さんは結果出してから西名周りがどうだろうが GA 少ない久保も実力不足だし、チームメイトがあって言っても移籍できてないんだからその程度ってことだ。オファーあったのほぼこうなったけど、残留したスリメンと違って、日本初の久保移籍報道はサラー超えの年俸とかいう高頭無形な設定で、現地記者はずっと具体的な話は何もないって否定してたからね。今さら腕もすごいんか？でアーセナルのキャプテンで2シーズン連続 PFA ベスト11だぞ。昨シーズン MF はロドリライスウデゴ、その前はデブライネロドリウデゴシルバも PFA 年間ベスト11は1回。5台でチャンスメイク数とかの指標ほとんど最上位ながらプレス数とかも上位。現在は世界最高の MF の一人だろ。久保はパス自体の精度ってより、余計なタッチや急ぎすぎて引っかかったりしててスキル活かしきれてない感じ。逆に言えばこの部分はきっかけさえつかめばまだ劇的にプレイ効率が改善される余地、成長できるようにも見える。久保が上手いのはパスカットされないパスだろ。味方を有利にするパスじゃないと押すことを最優先してるだけで、展開を読んでるわけじゃないから創造性なんてないよ。竹の首振りスルーパスはさすがにしびれたが、精度云々に関してはまあ。久保はもちろんだけど、シルバとウデゴもハイライトでしか見たことないんだろうなってのが分かってしまうなう。創造性あるなら、足元にパスすんじゃなくもっと前のスペースに球を蹴る。予想すれば、味方は得点しやすいから、あれは先の動きを考えてない証拠なのに創造性あるとか言わんでほしい。